微山と新町川手前の鉄橋は、麦線南側から望む微山手前は、勝浦川山頂から望む徳島市街の夜景微山は、徳島県徳島市にある山であり、徳島市のシンボル的存在として親しまれている。どの方向から眺めても眉の姿に見えることから、その名がついたと言われる。徳島県立城南高等学校や徳島市立。 高等学校をはじめ徳島市内にある多くの学校では校歌の歌詞にビザンが登場する。2007年にはここを舞台にした映画ビザンビザンが公開された。と、福島88系に選定。徳島市外に隣接し、徳島市の景観を代表する山となっている。最高地点は山の中央部にある標高290メートルの峰だが、 徳島市中心街に近い東部にある標高277メートルの峰が広く山頂と呼ばれている。最高地点には登山道の途中の小さな休憩所があるのみだが山頂付近は比較的開発が進んでいる。山麓には春日神社や岩城寺等の神社や寺院が集中している寺町界隈や美山遊水群がある。一帯は美山公園となっている。 西部には西部公園、地蔵越がある。また美山ロープウェイ、美山ドライブウェイが通っている。中腹には神武天皇像と明治天皇像があり、かつては大滝ん三重島が存在した。山頂からは徳島市内をほぼ一望でき、天気の良い日なら淡路島や和歌山県の紀伊山地も望むことができる。 山頂には主事の自然交流施設や明治天皇碑、太平洋戦争戦没者を慰霊するパゴダ、香川とよひこの文学碑、一等三角展、美山、美山送信所、美山ロープウェイ山頂駅などがある。山頂一帯は美山公園になっており、自動車でアクセスできる。桜の名所である。毎年秋に美山山頂秋フェスタが開かれ、2009年からは、 町遊びと閉鎖されている。万葉集に、春三月、南馬宮に幸す時の歌として、眉のごとくもいに見える淡の山かけて、防具船パク知らずもと歌われている。眉のように遥かに見える淡の山その山を目指してこむ、船停泊する港は、どことも知れないのだ。天平六年三月、聖武天皇の南馬行行に、従賀した時の作とされている。 眉のごとくもいに見える阿波の山が微山であるとされる。明和三年、徳島藩主、八塚刺激によって、北面に藩主一族の万年三墓所が築かれ、以後歴代藩主と一族の墓が営まれた。近年では微山にほど近い西新町地区において、徳島市が構想、計画している再開発事業による景観への影響が議論となっている。徳島市では、神戸、 大阪など京阪神へのショッピング客の流出により、かつては徳島駅前と並ぶ商業の中心地であった東、新町、西陣町の両商店街では、著しい空洞化現象が起きており、これらの地域の抜本的な再開発が議論されてきた。徳島市では折市も市立文化センターの経年化、老朽化が激しくなってきていたことから、西新町地区に音楽、 芸術ホールを核とする3二22階からなる複合施設を建設する再開発計画を発表した。計画では商店街の店舗などを中心とする商業施設は施設棟の1階内市は住宅棟の1から2階に入る予定とされ、核となる音楽芸術ホールは施設棟の2から6階に入る予定とされている。また、 住宅棟の3から22階は分譲マンションとして整備、販売される予定であるという。建設に要する数百億円の事業費については、分譲マンションの販売駅や取り壊される予定の文化センター跡地の売却駅を当てるものとされている。この再開発により、ビザ山の目と鼻の先に高層建築物が登場することになり、これにより、微山からの景観、また、 徳島駅前から見た、微山の景観の双方を著しく損なう恐れがあるというものである。これについては、財政問題と相まって市民の間でも賛否両論があるほか、事業執行時には補助金を支出することになる県も、財政問題を理由に事業執行、補助金拠出に難色を示しておりこの県の姿勢をめぐって県と市の間で対立が生じている。 山頂には NHK 徳島放送局、四国放送及び FM 徳島がテレビ放送と FM 放送の送信書を設けている。また、コミュニティ FM の FM ザ山や地上デジタル放送の送信書もここに設けられる。このほか、徳島県防災行政無線や警察庁などの業務無線局も設置されている。微山公園西部公園阿波踊り会館。 ビザンロープウェイ徳島のローカル情報番組、おはよう徳島のホームページより、ありがとうございます。